ディープインパクトは、アメリカ航空宇宙局のディスカバリー計画の一環として行われていた、水星探査計画、または探査機の名前である。ディープインパクトは、2005年1月12日の打ち上げ、以降、173日をかけて、約4億3100万キロメートルを旅した後、テンペル第一水星に向けて、重さ約370キログラムの衝突対応。 発射した。衝突隊は、米東部夏時間の7月4日午前1時52分に、水星に衝突した。衝突時のスピードは、時速約3万7000キロメートルだった。2007年以降は、名称をエポキシに変えて運用が続けられ、2010年11月4日には、ハートレー第2水星に接近して、観測を行った。 その後も延長ミッションが続けられていたが、通信が途絶えて復旧できなくなったため、2013年9月20日に運用が終了したことが発表された。この計画は、テンペル第一彗星に重さ 370kg の銅とアルミニウムからなる合金製のインパクターを打ち込み、その衝突によってできるクレーターや飛び散るゴミから、彗星の内部構造を調査するというものである。 水星の内部構造の解明、またその観測データからの太陽系や惑星誕生のメカニズムの解明が期待されている。観測は探査機に搭載されたカメラ、赤外線スペクトロメータで行われた。また、ハッブル宇宙望遠鏡、スピッツァー宇宙望遠鏡、その他数々の地上の望遠鏡からも可視光線や赤外線などによる観測が行われた。 インパクターには人工知能が与えられ、搭載されているカメラで目標である核の画像を撮影、自ら解析し、最も効果的な観測が可能だと思われる地点に衝突するように姿勢制御を行うように設計された。NASA は水星に名前を届けようというキャンペーンを企画した。これは世界中から有志の名前を募集し、集まった名前を コンパクトディスクに書き込んで水星に届けるものである。名前を書き込まれた CD はインパクターに搭載されて水星に衝突した。当初の目標を達成したディープインパクトは2007年より名称をエポキシに変更して活動を続けた。この計画は探査機に搭載された望遠鏡を用いて 太陽系外惑星の観測を行うエポックと新しい水星の接近観測を行うリキシーの二つのミッションから構成されている。ディープインパクトを再利用したことで計画は4000万ドルの低予算で実現された。2013年8月8日に衛星との最後の通信を行った後更新ができなくなった。当時はアイソン水星の観測を行うなど 週に1回の断続的な運用が行われていたが、衛星の姿勢が回転し、制御不能で通信ができない状態となった。NASA は復旧の努力を続けたが、2013年9月20日に、公式に運用終了を発表した。2011年2月、テンペル第1彗星に、NASA の別の探査機スターダストが訪れ、ディープインパクトによる衝突実験の痕跡や、 水星の変化を調べた。スターダストはディープインパクトより古産の水星探査機で2006年に宇宙人サンプルリターン任務を達成した後に延長ミッションとしてテンペル第一水星に訪れたものである。ロシアの先制術師マリーナ・バイはディープインパクトによる水星の破壊で宇宙の自然のバランスが破壊されたとして2005年7月に NASA に対して 精神的損害への賠償として約90億ルーブルを求める訴訟をモスクワで起こした。ありがとうございます。